そこには何があるのだろう。そこにはどんな人が暮らしているのだろう。どんな幸せやどんな本当があるのだろう。幼い頃から僕はいつもそんなことばかりを考えて、一人で街を歩いていた。どこまでも。場所はいつも旅先だった。今はですね、場所はいつも旅先だったという、はいはい、ことについて、まあ、プロデューサーを担当されている石原さんにお話ししたいというふうに思うんですけれども、はいはい、まずですね、今回のプロジェクトっていうのはどういうとこから立ち上がった感じなんですかね。要するにまずその松浦さんの著書があるじゃないですか。あの場所はいつも旅先だったという著書がありきで、これを映像化したいというとこから始まった話なのか、どういう感じでこう、始まったものなのかっていうのをまずお聞きしたいなと、はい、思うんですが、はい、ですね、まずまあ、私はですね、まあ、すごく一人映画会社みたいなことでちっちゃい規模で映画をやっていたんですけど、はい、まあ、そこで制作をした作品が2017年にあったりとか、配給した作品が2018年あったりとかあって、まあ、それを活動してた時に、まあ、ある IT 企業の会社の方がですね、はい、訪ねてこられて、まあ、映画を、海外でロケを前提とする映画を作りたいというお話をいただいて、うん、で、はい、まあ、それであれ、海外でロケをする映画であれば、出資をしてもいいということでありまして、うん、で、まあ、じゃあ共同プロジェクトということでやりましょうという話になって、はい、そこが最初の企画の発端だったんですね。でじゃあ松浦さんの話がありきじゃなく、はい、海外ロケを前提とした映画制作っていうところから始まったっていう、ね、始まったということですね、はい、あ、なるほど。でそこ の、まあ、出資会社の方というのは、まあ、ベトナムの方とかのエンジニアさんをですね、そのと一緒に日本 の、 そのチケットサービスとかを開発している会社でありまして、はい、でその当時は旅のですね、その旅、新しい旅のアプリを作りたいということがあったみたいだったんですけど、はい、まあ、それは頓挫して、まあ、コロナにもなったと頓挫して、ね、まあ、今、はい、映画だけで生き残ってるんですけど、まあ、はい、そこを掛け合わせてやりたいという話だったんですが、うん、で、まあ、そういう話があって、で、まあ、企画をまず考えますよね。でその中でやっぱり企画を考えた時に、まあ、どういう方と一緒にこういう映画を作っていけるかなという時に、松浦さんのですね、っていう人が、まあ、私の中で思い浮かんだということが出発点になります。なるほど、なるほど。じゃあもうまずはその旅の映画、まあ、海外ロケを前提とした旅の映画という、はい、まあ、要するにそのミッションがあって、で、はい、そのミッションを考えた時に石原さんが思いつかれたのは、まあ、原作をお持ちの、松浦さんっていう方が思い浮かんだと。でですね、まあ、松浦さん今回初監督というか監督を務められたという形になったんですけども、はいはい、一番興味深いなと思うのは、作品拝見してですね、まあ、はい、その土地その土地で、まあ、登場人物というかそこにいらっしゃる方は出てはきてるんですけど、まあ、別にそんな
ストーリーがあるわけでは決してなく、はい、あの要するにその生活を垣間見るということをずっとこの作品の中でやっていってるという、うん、その旅という視点で、生活者を見つめるということを、やっていったらこの作品になったという感じだったと思うんですけど、はい、そもそも なんて言ったらいいんですか、僕らは 僕も映画を作るんですけど、脚本があってそれに見合った場所を探して、はい、でいろいろ交渉したりやら何やらしてで撮影をしていくっていう流れが、まあ、普通の映画の流れなんですけど、この映画はそういう流れでは全然ないですよね。全然ないですね。そのナレーションを聞いてても明らかにその取材先で出会った人と話をしながら、その話に合わせてナレーション書いてるんだろうなと思ったんですけど、どういう感じなんですかね、その辺は。でもそういう形ですね。やはりその旅先で感じたもの、見たものとかですね、うん、そういったその生のものっていうものをすごく素材として生かしている形で、やはりその中心にあるのは松浦さんが、うん、松浦さんってやっぱりいろんな肩書きをお持ちの方であり、うん、まあ、書店オーナーであり、エッセイティストであり、はい、出たと思うんですけど、でもやっぱりその、はい、一番はやっぱりその高校を中退されてサンフランシスコに渡られたと、うん、当時ですね、はい、で、まあ、そういう 旅人っていう、そういう松浦さんの 旅をするってことに対してもやっぱりその松浦さんのその、まあ、エッセンスみたいな部分がやっぱりこの映画の肝にはなっていると思ってまして、うん、やはりその旅先にすごいドラマがあるというよりかは、うん、旅をしている自分の中にドラマがあると、自分の中にあるものがあって、で、まあ、そこで見てるものは本当に旅先の何でもないものであったりとか、ちょっとの触れ合い、少しの、まあ、開口みたいなことになっているっていう、それをまあ忠実に松浦さんのその精神性であったり人柄っていうものが、まあ、忠実に出るような形の作品の、うん、にはなっているかなとは思ってます。ということはカメラが回ってるんですけど、カメラの横なのか後ろなのかには松浦さんがいらっしゃる感じで進んでた、はい、そうですね、あ、はい、そういう形です。なるほど、まあ、そうですよね。だからスリランカの、お寺のちっちゃいお坊さんにしてもそうですし、それぞれのね場所で出会った方々のお話ってすごくリアルな生活がそのまま出てるお話なんですけど、どう考えてもこれ松浦さんそこにいないとこの、ナレーション成立しないよなと思って見てたんですけど、やっぱりじゃあ、うん、後からナレーションを入れていくというスタイルで、まずは旅をしていろんな人と出会っていく、いろんな人を観察していくみたいな、そんなところから始まってるんですね。そうですね、はい、そういう形のおっしゃる通りですね。場所はいつも、旅先だったっていうのは、うん、すみません、どういう意味で つけられてるタイトルになるんですかね。これはですね、その2009年にですね、その松浦太郎、まあ、監督がですね、まあ、ご自身の著作として刊行された、まあ、旅のエッセイ集であり、まあ、松浦さんの書かれた著作の中では代表作だとは思うんですけれども、はい、まあ、これをこのタイトルというものはやっぱり松浦さんの中ですごく重要な言葉だと私もすごいお話しさせていただく中で感じまして、松浦さんがおっしゃられたのはやっぱりこの場所はいつも旅先だったっていう言葉が常にやっぱり自分の中に残っていて、うん、まあ、今回の映画では本の中で描かれていることと、まあ、映画の中で描かれていることは全部がリンクはしてないんですけれども、はいはい、続場所はいつも旅先だったというような、そういう気持ちでっていうことはおっしゃられてましたね。要するにその、はい、著作として書籍として出ている、うん、場所はいつも旅先だったを映像で、うん、続編を出したと、うん、はい、そういうようなこと、はい、いやだから本当にですね、まあライフスタイルシネマっていうことで、企画書の方には書かれてるんですけれども、なかなかその映画的アプローチとしては非常に、稀なアプローチだと思うんですよね。おっしゃる通りですね、はいはい、もうそこはあえてなんか、ね、かなり意識してはいました。結構その欧米とかだったら割とあるのかもしれないんですけど、うん、日本のその、まあ、ドキュメンタリーとかっていう分野でもなかなかこういうスタイルってないんですよね。
ないですよね。例えばその、まあ、ドキュメンタリーってパッと思いつくので、日本の小川慎介さんとか、10年間そこで暮らしてとか、はいはいはい、あのでやっぱり撮りますよね。やはりその、まあ、海外の、今おっしゃられた通りで、海外のやっぱり、あのすき家橋二郎さんとか、ああいう、うん、あのお寿司屋さんのドキュメンタリーとか、はい、ちょっとその、PV って言ったらあれですけど、BGV みたいな、そういう雰囲気というか、はい、まあ、いろんなドキュメンタリーある中で、うん、まあ、今回こういう形の作品を世に出すということは、まあ、松浦さんの持たれているムードであったりとか、やっぱりその、うん、やられてきたこと、まあ、文脈の中での、やっぱり一つの、はい、あの形というとは思ってますね。そうですね、まあ、だから、まあ、旅っていうものがその人生にどういうその影響するというか、その自分、うん、要は内省なんですよね。その、はい、本当、いろんな場所に行くことで、うん、自分を見直していくというか、そこに暮らす人たちの暮らしなりなんなりというのを垣間見ながら、うん、自分に問いかけていくっていうことの繰り返しっていう、だからすごい僕不思議だなと思ったのが、決して定点観察じゃないんですよね、逆なんですよね、うんうん、同じ場所を見続けて何かを探って見つけていくっていうんじゃなくて、いろんな場所に行っていろんな人に会って、しかもあの同じ場所でも必ず一人にあの限るとか言うんじゃなくて、出会ってたまたまこう会話ができた人たちにはどんどん突っ込んでいくみたいな、なんかそんなノリでどんどん登場人物が変わっていく。でも最終的には松浦さんの書いたナレーションであの全部まとまっていくっていう不思議な、なんかあの感覚でしたね。なんか、あ、でも本当におっしゃられる感想はすごく僕もよくわかりますね。不思議な、うん、不思議ですよね。やっぱりなんかそのすごくなんかまあ、ある種自己完結するものでもありますし、うん、まあ、完結しないってこともあると思うんですけど、はい、なんかその、はい、やっぱりその、まあ、冒頭でナレーションでそこには何があるのだろうみたいな、うん、そこにはどんな幸せやどんな喜びがあるのだろうみたいな、そういうところが始まりますけれども、うん、やっぱりそういう言葉のですね、そういうちょっとした詩といいますか、うん、そういった部分のにやっぱりすごく集約されているものがあって、やっぱりなんかその自分自身を、自分って何なんだろうっていうことを考えるために、やっぱり世界を回っていろんな人の暮らしを見てきたという中で、あの旅っていうものの良さであったりとか、あの、まあ、それを通した上で、人生っていうものをちょっと考えてみるっていうような、そういうところにあの最後は結実していくという形に、はい、あのなってるのかなと思ってますね。すごい面白かったのはあの、うん、まあ、技術的なことで言うといろいろあるんですけど、その、はい、まあ、正直言ってそのカメラをもう持ってってそのまんま街を撮ってるっていう状態なんで、そのライティングもまあそんなつけられへんし、あのね、だって朝方の、道歩いてる時にライティングしながらあの道歩いてたら絶対、ね、止められたりとかいろいろあるやろうから、多分できひんかったんやろうなとかも思うんで、はい、なかなかあの、編集過程での加工ってすごい大変やったんやろうなとか、あのやってる人間からするとすごく思ったり、あの、録音とか一応ね、ラストを見ると録音の方の名前とかも出てるんですけど、録音大変やったんやろな、これ海外やしっていう、そのです、ね、だってすごい亜熱帯のところにも行ってれば、めっちゃ寒いとこも行ってるし、気候がむちゃくちゃやから、これそのマイクとかすんげえ調整大変やったんやろなとかすごい思ったりとかはしてたんですけど、でもあの、うん、そこはあんまり重視してないねんなっていうのは逆に面白いなと思ったんですよね。あの、そうですね、音に関して、はい、あのね、面白いのがね、あの雑音がね全部 BGM なんですよね。その街の雑音というか、あの、それこそそのタイとかやったらトゥクトゥクとか走ってるやらなんやらとか、なんかその街を走ってる車の音なり歩いてる人の足跡なり、あるいはその雑踏というか、その店の中で会話してる人たちのそのモブなその声がダーッと入ってるとかっていうのが実はその BGM になっていて、でかつ聞かせるところではあのいろいろジャジーなあの BGM 入れてみたりとか、なんていうんですかね、ある意味旅っていうテーマの、PV を見たような感覚なんですよ。でも本当にそうですね。リアルな映像とそれからあのBGM としてあるその街の雰囲気
で、かつそこへ、ちょっとその音楽乗せてみてたりとか、だからすごい面白かったのは映像が切れてるようで切れてないんですよ。ちゃんとブリッジがあってちゃんと渡ってるんですよね。あのそうこの国からこの国っていう時に分かりやすく切り替えではいらっしゃるんですけど、あの音は耐えてなかったりとか、あのうまいことこうブリッジされてるんで、あのものすごく違和感なく次のシーンに移っていってるっていう、編集をされていて、多分ずっと例えばバーとかでずっとかけてても何も邪魔しないみたいな、なんかノリやなと思って、はい、見てたんですけど、ね、ありがとうございます。あのもちろんあの編集はですね、編集マンとして内田俊太郎さんという、はいはいはい、方にあの担当していただいてるんですけど、はい、あの僕もずっとあの大学時代の同級生で一緒に映画を作ってきている、はい、まあ、映画をよく知ってる映画監督でもある方で、はい、まあ、その内田さんがちょっとあのつないでくれた映像を、まあ、松浦さんとあの、はい、あの皆さんで編集をもう一回そこからまた 切っていってっていう、そういうふうにやっていきましたけどもね。なんかあの苦労されたことってあります？この作品で一番の苦労って何やったんでしょう？やっぱ一番の苦労っていうのはですね、まあ、でも最初からこういう形に、うん、その形をですねすっごく思い描いてたっていう形のものではなかったんですよね。素材がすごく多かったっていうのもありまして、はい、で、うん、やはりその記録をまとめていくような作業っていう、のがすごくあの大変ではありましたね。素材はいくつあるんだけど、はい、いやだってその国行った国だけでもものすごい数のその素材を取ってるだろうし、その素材の中から見ながらこの人にフューチャーしようとか言いつつも、またその素材もまたいっぱいあるわけじゃないですか。でどこを切り取って、はい、どうするのかって結局シナリオがないので、そうです、その見ながらやるしかないんですよね。はい、おっしゃる通りですね。はい、その中でドラマっていうものが ほぼないので、ないです、ね、ドラマという、はい、あのそういう、まあ、撮影期間も本当に1都市につき 1週間ないぐらいの滞在時間の中で、あの各都市のコーディネーターの方と一緒に回っていった形なので、そういう中でそれを一つの、まあ、映画っていうその時間にあの時間を、まあ、90分ぐらいの時間にパッケージしたときにどういうような、まあ、起伏を作っていって、まあ、あの完結させるかってところはすごくあの一番あの話し合いながら、松浦監督を中心に話し、みんなスタッフのみんなと話し合いながらあの最終的には作っていったものではありますね。そこが大変でしたね。うん、ですよね。その膨大なその素材とその出会った人たちとのやり取りっていうのを、まあ、しっかり記録して、その記録の中からある程度の当たりをつけて最終編集にかかっていくみたいな、だから前作業がすごい大変だったんですね、多分ね、編集入るまでの。そうですね、それすごく大変でした。はい、うん、編集始める段階では一応あのナレーションとかあったんですか？あのはい、ナレーションを入れるっていうのも ありましたね。あの、はい、でも一番最初はまだそのまずは映像を作って素材を作り、そこに、ナレーションを入れるっていう形でしたね。ということは、編集段階ではまだ、どんなナレーションが入るかとかっていうのは一切分かってなくて。そうですね、はい、分かってなかったと思いますね。とりあえずその行った国ごとになんかあの素材をまとめていくみたいな作業が、国ごとに行われていったみたいな。はい、まずはそこでしたね。まず国ごとにまとめていって、っていう、まあ、それを 3時間ぐらいにして、まず 全部をですね、そこからさらに刻んでいってっていう形ですね。で、そこに、はい、はい、それにナレーションを当てて、はい、ナレーションを、あのというかその時の旅人の、はい、まあ、気持ちみたいな部分をその足していく。あの、はい、言葉で朗読で足していくっていう作業を次にしていったという、まあ、いろんなそのなんか、はい、そのクリエーションを重ねていって今にたどり着いているって感じはありますね。なるほど。これだから、うん、あのまあその我々その映像を作る人間からすると、あの、はい、とてつもなく効率の悪い作り方をしているっていうことは間違いないなと思うんですけど本当にそうですね。多分超アナログで効率が悪くて、ね、
非生産的で、はい、なんでこんなことを してるのかっていうぐらいな大変なことをやってしまいました。はい、いやでもそれはその、まあ、ある意味そのなんていうんですかね、そのだから良くないんではなく、だからこそ、うん、あの出来上がったものっていうもののその価値っていうのはちゃんとあるんだろうなっていうふうには思うんですけど、はい、時間的にはもうそろそろまとめていかないといけない時間なんですけど、ということは石原さんも最初からというか、その、まあ、松浦監督を決める段階からいらっしゃるわけで、はい、まあ、最初からこの作品をプロデュースされているという形になるんですけども、一番この作品で伝えたいこと、あるいは見てほしい、感じてほしいことっていうのは何かなっていうのを、言っていただけるとありがたいなと思うんですけど。そうですね、でもそうですね、やっぱ僕でもやっぱりその僕は今回その、まあ、松浦あの映画って何だろうっていうのが僕の中ですごく大きな問いでありまして、はい、映画とはっていうのはすごいずっと考えてることなんですけど、はいはいはい、映画って何なのかっていうの答えが出なくて、はい、でいろん映画っていろんな理由で事情で作られたり、いろんな映画が世の中にも多くある中で、はい、でその中でやっぱり映画っていうのは僕はすごくそのあの 人っていうものにすごく近いなというふうに思っていて、はい、その映画その 人っていうのも人それぞれいろんな人がいると思いますけど、そのあのいい映画も悪い映画もそんなにないんじゃないかなと僕は思っていて、相性が合うか合わないかっていうのはあると思うんですけど、なるほど、いい、はい、でその中でやっぱりその今回の映画ってやっぱり松浦さんというあの方のやっぱりその生き様、生き方、精神性っていうものを一つの軸にして、あのそれを映画っていうその表現方法であの社会に放ってみるということであるので、あのまあ、その中でそのそういう立て付けの中 の考えの中で作ったものではあるんですが、あの、まあ、それをこの作品を見たときにやっぱり、まあ、一番思ってほしいことっていうのは旅ですよね。旅、まあ、内容としては旅の、うん、なので、うん、あのまあ、この映画を 見ることで旅っていうものを楽しんでもらえるかどうかっていうことはあり、はい、ありますね、はい、そうですよね。その、はい、旅の楽しさというか、その旅して何が見つかるみたいな、そこのところが常にこの松浦さんが求めてらっしゃるところというか、行った先で何見つけるかなっていう視点で多分ずっと展開されてたと思うんですよね。この街では何が見つかるかなみたいなところで、ワクワクしながら入っていって、でその市井の人たちの会話に耳をあの立てながらちょっと声かけてみたり、いろいろやってっていうことだったと思うんですよね。だから旅でしか見つけられない、はい、その日常ではない非日常なんだけど、その非日常の中だからこそ見えてくるものっていうのを、これ難しいんですけど、その僕ね、その今の石原さんがおっしゃったその映画って何っていう問いかけをずっとやってるっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、僕はあの言語化できないものを映像化していることが映画なんじゃないかなと思うんですよ。つまり言語化できるんだったら書籍なんですよ。文章で事足りることだし、あるいは朗読とか いろんな方法があると思うんですけど、映画ってやっぱり映像だし、しかもその大スクリーンで見るっていうところに意味のある、作品こそが本来映画だと思うんですよね。でそう考えた時に、その中から、例えばセリフでもないんですよね。セリフとか、あるいはナレーションとかでもなく、その間に何があるのかっていうのをそれぞれが持って帰っていけば成功だし、持って帰れなかったら残念ですねっていう話だしっていう、それが映画なんじゃないかなって思うんですよね。だからそう考えるとこの作品ってすごく映画だなって思うんですよ。それはすごく嬉しいですね、はい、あの、はい、すっごく嬉しいですね、うん、やっぱりその行かないと見れないものをやっぱ見れるっていうところがすごいインセンティブとして大きいし、うん、しかもあんまりなかなかその早朝と深夜だけですし、なかなかこういうこと、ことできないですよね。絶対ないですね。だからそれだけをずっと見てきた上で最後その観客の見た方がなんて感じるかっていうところは、その今おっしゃられた通りで、どういう 感情が最後芽生えるのかってところが をすごく楽しんでもらえたらすごくいいですよね。はい、
まあ、本当に最初に僕見始めた時に早朝と深夜だけ で、はい、でかつそのなんか酒場的なところ行ってらっしゃるんで、これは海外版の吉田類の居酒屋訪問みたいな感じなのかなと最初思ってたんです。特に酒の話とかね、食べ物の話が出てくるわけでもなく、どっちかっていうと人間を観察をずっとされてるんで、はい、あ違う違うとか思いながら、見させてもらってはいたんですけど、はい、コロナ禍明けて、ようやくその人の動きがそろそろ始まるかなと、まあ、海外はちょっとどうなるかっていうところだと思うんですけど、はい、でも、だからこそある意味この今、世に問う価値のある作品なのかなっていうふうに思いますんで、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思いますけど。あ、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、よろしくお願いします。スクリーンでぜひ見ていただきたいと思ってます。そうなんですよね、スクリーンで見ないとダメですよね、はい、結構、はい、集中して結構旅に浸っていただいて、78分ですから、そんなに長くないので、はい、さらっと見ていただけます。すごいですね。でもね、最初3時間ぐらいのものを78分まで切るってもう大概ですよね。あ、でもそこはやっぱり松浦監督がやっぱ編集者、はい、うん、編集者で本を作ってこられているので、はいはい、やっぱりここ切りますっていうのはすごく的確にお話されてましたね。覚えてるのがそのマルセイユの漁師さんが、はいはい、船から港にジャンプする瞬間をここで切りますみたいな、なんかジャンプする瞬間を切るんだみたいなところとか面白い。こんなジャンプカット僕ゴダールでしか見たことないなみたいな、離れ離れにで見たなみたいなぐらいな、なるほど、やっぱご存知だったのかなみたいな感じで見てましたけど、はい、面白かったですね。そういうとここで切りますみたいな、あここで切りますかみたいな、やっぱ100人いたら100通りのやっぱり映画ができると思います、ね、あ、まあまあまあ、そりゃそうだと思いますね。はい、はいはいはい、ということでですね、場所はいつも旅先だったっていうね、僕も実は旅がもともとは大好きで、いろんなところにといっても海外は全然行ってなくて、日本の国内だけなんですけど、いろんなところに行ったりするのが、まあ、大好きで、で多分僕も同じような感覚なんですよ。そのまあ、その土地で友達作ったりとかもあるんですけど、割と旅人が行く場所より現地の人が行く場所に行って、はい、現地の人の会話を、聞いて楽しむタイプの人なので、うん、そういうとこ行かないと分かんないんですよね、その土地の良さっていうか、うん、じゃあすごく多分共感していただけた感じですか、やっぱり映画に対して。いやすごい共感しました。ここですっていうその観光地みたいなところっていうのは、はい、まあそれはそれでいいんですけども、うん、でも、うん、そこだけだとなんか全然言ったら表と裏の表しか見てない感じなんで、うん、やっぱその国とかその土地っていうのを見ようと思ったら、まあ、表裏一体なので表だけ見てても全然その何も分かってないっていうことになると思うんですよね。だから今現在を知ろうと思うんだったら絶対に飯屋がいいんですよね。あ、ですよね、確かに、はい、そこで綺麗な飯屋じゃなくて、うん、汚いなんかちょっとすすげた感じの飯屋に入っていった方が絶対、はい、土地の人が絶対いるので、なんか気な目で見られながら何がいいんですかみたいなんでいろいろ会話していくことがその土地の雰囲気を一番知れる感じと思ってたりとかするので、非常に僕はこの作品はお話しいただいた時からすごい期待をしていて楽しませていただきました、ね、はい、ありがとうございます。はい、はい、なんかあとは言い残したことはないですか、大丈夫ですか。撮影はですね、カメラマン写真家でもある七崎由里さんという方が、はいはいはい、やられてますし、はい、録音は丹雄二さんというもうゴジラ対モスラのをやられてたもベテランの方は、はい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 、稲村ジェーンを助手で参加したとおっしゃられてました。本当に稲村ジェーンですか。はいはいはい、はい、見ました見ました。はい、もう黒沢清さんのキュアも録音で入ってる。へえー、すごいすごい、大ベテランの方、はい、やらせていただいて、はい、まあそういうあと監督補佐として監督補としてですね、はい、まあ、雑誌とかを作られてきている山岡雅也さんという方に入っていただいたりとか、はい、もう本当に、まあ皆さんチームで作ってきたものなので、ぜひですね、まあ、それを松浦監督の、眼差しというか視点と一緒に旅をしていただけるような作品に なっていると、思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、了解しました。わかりました、はい、では、ありがとう、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい。